はい、東京大学のあ藤田参考人はい、はい、藤田でございますえ、東京大学の藤田でございます本日はこの委員会にお招きいただき意見を述べさせていただく機会を与えられたことにつき感謝いたします で今回の会社法の一部を改正する法律案以下、改正法案と呼ばせていただきますが、これは法制審議会において、本年1月16日に採択された会社法制括弧、えー、企業統治等関係の見直しに関する要項に基づき作成されたものと理解しております。で私はこの要項の作成のために設けられた会社法制括弧企業統治等関係部会において、委員として議論に参加させていただきました。もちろん国の論点につき 個人的な意見がないわけではございませんけれども、なかったわけではございませんが、最終的には要項全体について採択に賛成しており、従ってこの改正法案による会社法改正が成立することを期待するものであります。平成17年に制定されました会社法は、他の法律の改正等に基づく技術的な修正を除きますと、平成26年に一度改正され、で今回は 2, 2回目の大きな改正ということになります。 前回の改正では取締役会改革やグループ企業のガバナンスといった重要なテーマを取り扱っておりましたが今回の改正法案も株主総会の規律取締役の報酬や責任に関する規制等我が国の企業や投資家さらには資本市場の在り方にとって大きな意義を持つ内容を含んでおります。今回のの改正法案の提案提理由は、 会社をめぐる社会,情社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営および取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るためと述べてありますが、会社法制は企業社会が健全に発展するための重要な制度的インフラの一つであり、時代と社会の要請に応じ、絶えず適切にメンテナンスしていくことが求められるわけで、今回の改正もまさにそのような試みの一つです。 ただ、ここで一点だけ注意していた,い,いただきたいことがございます。会社法は企業組織や資本市場を支える重要な制度インフラの一つではあるのですが、決して唯一のものではございません。例えば、上場会社の規律には、金融商品取引法が重要な役割を果たしております。金賞法は、内部社取引や相場操縦規制のように、資本市場の秩序を維持する規律も行っていますが、同時に最近では、議決権行使結果の開示ですとか、 役員報酬の開示に見られるようなコーポレートガバナンスをめぐる重要な規制ツールでもありますまた最近ではソフトローと呼ばれる規制の意義も強調されていますソフトローは会社法や禁償法のようなハードローとは異なり国が作成し国がエンフォースするような規範ではありませんが近年コーポレートガバナンスコードですとかシュワードシップコードといった重要なソフトローの存在感が増してきております このように企業組織、あるいは資本市場の在り方を考える、を支える重要な制度的インフラとして、会社法以外にも重要なルールが存在しており、会社法はそれらと合わさって適切な結果がもたらされることが期待されているものであります。このようにソフトローとハードローの間、あるいはハードローの中でも会社法と金止法の間の住み分け、役割分担、こういったことは、会社法制部会の議論でも常に意識されてきたところであります。 改正法案の条文だけを見ると何か物足りないというふうに思われることがあってもそれは規制なく野放しにせよという趣旨ではなくてソフトロー等による規制を期待しているという場合もあるということにご留意いただければと思います。 以上は改正法案全体に係る意見でしたけれども、以下では主要な改正事項について、ごく簡単に述べさせていただければと思います。お時間の制約もございますことから、今回の改正の中でも中心的な内容となっております株主総会関係と取締役,取締役関係を中心にお話しさせていただければと思いますまずは株主総会関係です。 株主総会関係の第一の改正点は、株主総会関係資料の電子化であります。現在の会社法の下では、株主総会の招集通知と一緒に、書面による議決権行使のための必要な参考書類等が合わせて郵送されております。今回の改正法案は、これらの書類、まあ、条文では、 株主総会参考書類等というふうに呼んでおりますが、これについて電子提供すればよい、典型的にはウェブサイトで株主総会参考書類等を掲載し、招集通知にはアクセス方法を記載すればよいという形にしております。もちろん現在でもウェブサイトに株主総会参考書類等を掲載している会社はかなりの数あると思いますが、それをしても別途書類は郵送しなければならない。 ととなななってていたところそうしなくてもよくもるわけであります同時に会社法案は電子化に対応できない株主についても配慮をしております。書面交付請求権というのを認め、株主が今後も書面で株主総会参考書類等をくださいと会社に請求すれば書面での提供,提供が保証されるということにしております。改正のの意義には一つにははつ費用の節約 会社にとっても社会にとっても無駄な紙を減らすということは望ましいことではありますが、それに加えて、電子化により印刷の時間が節約できると、情報がアップされる時間が早められ、総会への準備がより充実することにもつながります。また、書面の郵送にこだわると、送ることのできる情報に質的、量的な制約が生じるところ、電子提供を認めれば、より充実した情報開示につながる可能性もあります。 なお、念のために復元しておきますと、今回の改正法案が提案しておりますのは、株主総会関係資料の電子化でありまして、株主総会それ自体を電子的に行い、物理的な意味での会合は存在しない、いわゆるバーチャル総会ですとか、あるいは株主が電子的に総会にアクセスし、質問したり、議決権を行使したりするという話は取り扱われておりません。こういった問題 重要じゃないというわけでは決してないと思うのですが、ただ、こういった問題について、ハードローである会社法で規制するのは、未だ時期尚早と考えられ、まずは書類の電子化という手堅いところから法制化しようとするものと考えられます。株主総会関係では、株主提案権についても取り扱われており、具体的には提案数の上限規制が設けられることと、が設けられるように提案されております。 株主提案という制度は諸外国にもあるのですが、その場合、提案株主は自分の費用でその提案を他の投資家に知らせ、委任状を取り付けるという形で会社に対抗するのが通常であります。これに対して、日本の株主提案は、まあ、提案株主は一定の要件の下、会社の費用で議案をの要領を他の株主に通知してもらうように求めることができることとなっており、その意味で手厚い保護が与えられていることになります。 しかし総会直前に膨大な数の提案が提案権が行使されますと会社としては要件を満たす提案がどれでもうそうでないのはどれかといったことを区別する作業などが大きな負担になってきますまた総会当日も特定の株主の提案が株主総会の相当時間を占めてしまうという事態も生じ得ます実際こういったことが会社さらにはより重要には なことには、提案株主以外のその他の株主の共同の利益を害しているのではないかということが問題視されるような事件が現実にも起きてしまいました。でこの改正法案は、それに対する規制を導入しようとするものと理解しております。次に、取締役関係です。第一は取締役の報酬等です。役員報酬の規制は、世界的にもコープレートガバナンスの中心課題として注目されております。日本の会社法は、 定款で定めない限り、株主総会決議を要求するという点では、例えばアメリカ等に比べると、報酬規制が一見厳しそうにも見えるのですが、求められる決議内容は、例えば金銭報酬の場合は、取締役全員の報酬総額の合計の上限だけを決めればよく、また総額を変更しない限りは、取締役が入れ替わっても決議し直す必要はないなど、やや形式的な規制に。 なっている面はございます、えー、改正法は取締役の個人別の報酬等の決定方針を取締役会で定めることを要求しております背後にある問題意識は適切なコーポレートガバナンスという観点からは会社から出ていく金額の総額だけではなく誰にどのような性格の報酬をどのような形で与えるのかということこそが重要なのでこの点についての方針をきちんと決めさせようという そういういいこととなのだと思います次に、取締役の責任との関係で、会社保証および会社役,人役員賠償責任保険という制度が提案されております。で会社保証というのは、会社の業務執行にあたって役員等が第三者に対して責任を負った場合、一定の要件のもと、会社から保証を受けるというもので、改正法案はその旨の契約を締結することを認めております。諸外国では 割とよく見られるものなのののなですが日本の現在在会会社社法にはは保障制度は存在しませんただ、民法650条3項に基づいて、会社に対して一定の場合、請求する可能性があるにとでもあります。そこで、今回の改正法案は、会社保障制度を新設し、一定の内容の保障契約の締結を可能にし、かつそのための手続きを整備すると同時に、 事後的な開示を要求し透明性を確保しようとしております注意していただきたいのは役員等の対会社責任の免除軽減についての厳格な規制が軽害化しないように改正法案は留意しているということであります具体的には問題の取締役等の行為が第三者に対する責任に加えて会社に対する責任をも弱気し得るものである場合には 保証契約の対象とはならない、保証の対象にはならないとしていることであります。次に、会社役員賠償責任保険は、一般には D&O 保険などと呼ばれておりますが、これについて、会社が保険契約を締結する場合の手続きや、開示に関する規制の導入が提案されております。時折、誤解が見られるのですが、これは今回の改正によって初めて可能になるというものでは決してございません。 D& 保険はすすでにに我が国おおいててもかなりり広く利用されておりますしかし現在の会社法にはこれについての規定が存在しておらず締結のための手続きも必ずしもはっきりしません改正法案の正確はこれまでできなかった d 保険の利用を可能にするといったものではなくてむしろすでに存在する d 保険についてその締結のための手続きを明確化するための規律を置き これに加えて、事後的に開示を要求することで、透明性を高めるというものです。あえて乱暴な言い方を申しさせていただきますと、規制を強化するといった正確なものと理解すべきだと考えております。<laughs> 最後に、社外取締役について、2点ほど提案がなされております。第1点は、社外取締役の設置強制であります。平成26年改正の際には、 議論の末、設置強制は見送られたのですけれども、今回、設置強制を導入したのは、会社法というハードローで社外取締役の設置を確保することが、我が国の証券市場への信頼を高めるために望ましいという考えからだと理解されます。また、社外取締役への業務執行の委託という条文も提案されております。社外取締役は業務を執行してはならず、業務執行すると社外性を失う。 というのが現在の法制でありますしかし社外取締役が行うにふさわしい業務もあるのではないかということが近似指摘されるに至っております例えばいわゆるマネジメントバイアウト MBO の際に一般株主を保護するために社外取締役を中心とした特別委員会を設置しそしてあのその特別委員会によって条件の向上を図るといったことがなされることが しばしば見られるわけでありますがその委員会の長である特別委員会の長である社外取締役が買収者と価格交渉をして買収価格を上げるように努めるといった活動が典型でありますしかしこれは業務執行にあたる可能性がありますので現行法の下では社外取締役が行うことはでき,るできないのではないかという疑,問疑念があるわけですが実質としてはまさにこれは社外取締役が果たすべき役割ではないかと思われます そこで改正法案では、こういったことを可能にするために、限定された範囲内ではありますが、社外取締役に対して、業務執行を委託することを認めることとしております。以上のコーフレットガバナンス関係の改正のほかに、改正法案では謝罪、社債に関する改正、あるいは株式交付と呼ばれる新しい名称の制度の新設も提案されております。 これらが決して重要ではないというわけではありませんが、多分に技術的な性格が強い改正であるために、私の,あの意見陳述では省略させていただければと思います。以上、今回の改正法案における主要な改正事項、とりわけコーポレートガバナンスに関わる改正点について意見を述べさせていただきました。膨大な改正条文について短時間でお話しさせていただくために、どうしても話が大雑把になり、 あ、しかも相当早口になってしまい申し訳ございませんでしたけれども以上で私の意見陳述を終えさせていただきますどうもありがとうございましたありがとうございました次に大久保参考人にお願いいたします